それください。になると負ける。普通だったら勝てるんだ。罰があると。で、罰があると負けがちなんだ。そうだから絶対ギャンブルはしちゃダメなんだよ。最初はグー、じゃんけんぽい。あっち向いてぽい。Rock, rock, it's not dead. Rock, rock, it's not dead.
から始まります。みんなで盛り上がっていきましょう。よろしく。よし、やめようか。じゃあ新年一発目。よっしゃ。今年はいろいろチャレンジしていろんな。よっしゃ。オッケー。チャレンジです。よし。声が出せなくてもいい、心で感じ取ってくる人間、お前らそれくらいできるよね。しっかりついてこいよ、いいか、いいか、いいか、今日は今日しかねえんだぞ。ライブめっちゃ楽しいね。みんなもそうでしょ。なんか全部ほぐれるっつうか、何なんだろうねこの感覚。ライブめっちゃ好きです。今日もありがとう、まあ、今日もありがとうっつってもまだまだやるけどね、いろいろ。なんか好きなもんって俺一生変わんないって思ってんの。好きなもんは好きってあるじゃん、やっぱ。みんなもそうでしょ、なんかあるでしょ。それがライブだといいなって思うんですけど、でそんな中、まあ苦しい事態だけども、やっぱこうやってライブやるっていうことに俺めっちゃバンドの意義っていうか存在価値っていうのが生まれてくるんじゃねえかなと思ってるんで、今日も思いっきりやっていきたいと思います。いいですか。全員で一つになるのがライブだろう、いいか。俺たち5人だけでやってるわけじゃねえんだよ。お前らがいたからこそ成り立つんだろう、ライブで。黙って俺についてこい。ロックバンド is not deadこれに100曲っていう中よりこの中にさらに分かれてるのね、曲がね。曲多すぎるから。まあそうだな。これだ。はい、なんでしょう。これは褒められると思う、俺は。マジか。うん、褒めラニアンだ。
レア、レア自信ありですね、これこれはね、俺持ってるなと思った。ちなみにもうこれは一斉に言わずにやる。ほう、てかみんなにも言わずにやる。見えねえ。よしよし、これでも喜ばれるって。俺それ当てられる？マジで？何から始まる？歌詞の文字？あ、いや歌詞じゃなくて、あの楽曲の例えばギターか。カウントから始まるよ。え、そりゃそうだろ、うん、そりゃそうだろ、ちちちちそりゃそうだろ。やめろやめろ、そういうのカウントはじ…まあそうだな、うん、でカウントで次何どんな感じ。一斉はもしかしたらマイクスタンドあった方がいいかも。マジ？何それ。いつも使ってるよね。使ってるよね、こうやってやるから。何それ、そんな何それ。A ちゃん、 A ちゃん的な。俺たちがいつもやる吉川浩司のカバーだ。あ、そっちか。え、マジ何それ。え、これあった方がいい系。あった方がいい気する。なんか割と使ってイメージある、ね、あったような気もするよね。そうなの、まあ、一応つけてみれば。うん、何この言いなりのビボーカリストなんですけど。確かに。まあ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 、じゃあ内緒っていうわけで。じゃあもうカウントからいっちゃおうね、これで。作るもんでもないしさ、なんか自然発生が一番いいと思ってて、ライブって勝手に笑顔が生まれるんだよね。それはきっと大好きな音楽をやっていて、大好きなメンバーとやっていて、でいろんなスタッフにね、手伝ってもらって、ライブが一つ成り立って、そして来てくれるみんなと分かち合うっていう、その素晴らしさがやっぱバンドとしての意味っていうすげえ感じるなって思って、笑顔にそのままつながっていって、笑顔がそして明日、明後日ってどんどんつながっていってって感じだから、今日のことは絶対忘れるわけがないし、今日を糧にやっぱね、これからの今後のバグラグのやり方考えたいなって思ってる。だって去年だってさ、10周年ってなってさ、いろんなこと考えてたね、全部さ、なくなったんだよ。クソじゃん、本当にクソって思って、いろんなことやって、うん、何が正解か分かんないけど今、でもやっぱやれることやっていかないと人間って変わんねえから、そんな感じでこれからもよろしくお願いします。そうだから今最高の瞬間って感じてるから、それをみんなにももっと感じてもらいたいんだよ。いけー、俺だけメンバーだけじゃもったいねえんだよ。お前らも一緒に分かち合おうぜ、この楽しさ、それがロックバンドだろ。